カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経 111円下げましたね。で、前日のダウンは、反発ということで、長期金利低下の支援というふうにね、書いてあるんですよね。で、朝に発表されたアメリカの単位労働コストっていうやつがですね、7月、9月期の伸びが市場予想を下回ったということになって、まあ、長期金利がですね、低下して株が買われたと。 いうことに、ね、なったという話なんですが、日経の方はね残念ながら続落ということになり、今、まあ、アメリカのね景気好 具体の懸念がもしというふうに、ね、書いてあるんですけども、まあ、それよりもですね、来週にね、またまた FOMC とかね、まあ、重要イベントを控えているというようなことがあって、まあ、ちょっと弱かったのかなという気は、ね、しなくもないんですけども、来週の木曜日に、まあ、FRB の、ね、政策金利が発表されるということと、まあ、その前のですね、13日のまあ火曜日の夜にですね、 CPI がね、またまた発表されますよね。うんまあ、これがね、近づいてきているので、そんなにね、強い買いが入らなかったのかなという気がね、ちょっとしますけども、でチャートを見ると、ちょうどね、75日線のところでね、まあ、なんとかね、とどまっているという感じになったんですよね。うん、結構ね、長い下品をつけて、まあ、戻ってきてですね、ちょうどね、75日線のあたりでね、ぴったりとね、なんとか止まったと。 いうことにはね、なったんですけども、なんとかですね、もっとね、元気よく上の方にね、行ってほしいんですよね、うん。で、年末にはね、3万円ということをね、もうずーっと言っているわけなんですけども、ここまでね、年内中にですね、なんとかね、登っていってほしいなというふうにね、思っていますが、頑張ってほしいと思います。続いて、グロス上の小足数ですけども、はい。 グロース市場のね、小指数はですね、今日はね、ちょび下げだったんですよね。ほんのちょびっただけね、下げたということで、0.01%下げたということになったんですけども、まあ、このチャートを見ると、陽線で引けているので、全然ね、まあいいかなという感じにはね、なっていますけども、うん、で、こちらもですね、毎日行っていますが、年末になるまでね、この指標が始まった、ここまで戻してほしいなということなんですけども、頑張ってほしいと思います。以上、慈愛観覧でした。続いて、 テーマ別テーマ別でですねまずはね五代勝者なんですが五代勝者ねまあ良かったんじゃないですかね三井物産が1.1%上げ掃除が1%上げ丸紅0.6%上げ酢飯を0.5%上げと。 ということで、まあまあ頑張ったと思いますけどね、まあ、庄司だけがちょい下げで0.2%下げたということにはね、なりましたけども、まあまあまあね、頑張ったんじゃないかというふうにはね、思うんですよね。うん、で、前回の動画でね、ちょっとお話をしましたけども、バフェットさんがね、まあ、日本のね、商社株をですね、買っているというような話が出ていて、まあ、今ですね、商社がね、またまたね、注目されているということかなというふうにはね、思いますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて ゲーム関連なんですけども、はい。ゲーム関連はね、今日ですね、まあ、ちょっとね、渋い感じではあったんですけども、で今日ね、一番上げたのが、まあ、グミだったんですよね、うんまあ、2%ちょっとなんですけども、で今日ね、こういうものを出していたんですよね、GC ゲームズがバイテータとして参加するオアシスが発行するトークン OAS が、世界の大手暗号資産取引所に上場と。 いうことだったんですよねまあまあいい内容かなというふうには、ね、思ったんですけどもまあそれでもねちょっと2%ちょっとしかね上がらなかったということにはねなってしまいましたがでまあ最近ね皆さんよくご存知の通りにですね暗号資産のねまあ市場がですねちょっとねまああんまりね伸びていないということがあるっていうのともう一つですね グミの、ね、決算の発表がですね、明日なんですよね。うん、なので、まあ、ちょっとね、警戒感っていうのがあって、そんなにはね、買われなかったのかなという気はね、するんですけども、うん。で、いつも思うんですが、決算の前の日にですね、なかなかいい材料をね、あんまり出してほしくないですよね。これだからね、決算の前に出されると、ちょっとね、これね、クソ決算だからね、事前に出したのかなとかね、いうふうにね、思われちゃいますのでね、うん、まあ、決算がですね、明日ね、どういうものが出るかと、気にしているので、 頑張ってほしいと思います。続いて h チームなんですがはい。 A チームはですね今日ね、1.6%ね下げたんですよね、うん。朝はね、寄ってからですね、結構ね、どーんと下げたんですけども、まあ、そこからね、少しリバッたということにはね、なったんですけども、まあ、それでもね、1.6%下げてきたということになったんですが、でこれはね、まあ、地合いがね、そんなよくなかったっていうのももちろんあるんですけども、一番はですね、この記事がね、やっぱり関連してるんじゃないかというふうにね、思うんですよね。うん、で、ファイナルファンタジーの新作でもインサイダー取引かと。 いうようなね、記事がね、出ていましたよね。で、まあこれはですね、スクワエニックスのまあ元従業員の人がですね、スクワエニックスが HM とま提携するよというような話をですね、まあ事前に入手して、それでまあインサイト取引したんじゃないかと。 いうような容疑の話なんですよね。うん、で前回ね。これですね。エイミングでね。同じような話がね出ましたよね。この同じ人たちがエイミングのね。株でですね。まあ、インサイトを取引したんじゃないかというようなね。話が出ていてですね。で、まあ a チームの方ではもちろんね。否定のですね。まあ、ir を出していると。 いいうににはねねねなっているんででですすけどもで前回、ね、先にです、ね、同じような話が出ていたエイミングの方では、まあ、急落した後に一旦ねこうそこを打つ形で下根を切り上げながらね上がっているという感じにはねなっているんですよね。まあ、そういったねあとはですね今ねエイミングが出しているこのね影の実力者になりたくてマスター・オブ・ガーデン っていう、まあ、ゲームがですね、24位からね、14位にね、今ね、上っているんですよね。うんまあ、そんなようなね、高材料もね、あるんですが、まあ、とにかくね、一旦ね、大きく下げたところで、やっぱりね、買うとですね、いいことがあるかなというね、まあ、典型的な例かなというふうにね、思うんですよね。まあ、エイミング自体がね、そんな疑われているようなことはね、きっとやっていないんじゃないかと。 いうことはね、まあ以前のね、僕の動画の方でも言いましたし、うん。で、まあ h チームをですね、少し下げましたが、下品をつけてね、上がってきたということもあるので、まあこのね、迷惑なですね、インサイダー取引のまあ騒動はね、さっさと終わってほしいなというふうにはね、思いますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、直近の IPO ですけども、はい。 直近の IPO はですね、今日ね、一番上げたのがね、サイフューズでしたね。今日はね、13%上げましたね、うん。はい、おめでとうございます。上場してね、最初の方がね、いい感じで上げたんですけども、そっからね、ちょっと大きく売られていると。 いう形になりましたが、昨日はね、まあ、上場の初値よりですね、下に下がってきたということもあって、結構ね、まあ、買いが入ってきたということもね、あったと思うんですよね。うん。ということで、今日はですね、どーンとね、上げてくれたということになりましたね。はい、おめでとうございます。で、まあ、事業内容はね、何回かお話をしましたけども、バイオ 3D プリンターを用いた再生医療等製品の開発、製造、販売と。 いうことでねまあなかなかね面白いテーマかなというふうにはね思うんですけどもでロックアップの話をねもう一度しておきますか。 1.5、まあ、倍以上で、ね、売ってもいいという、まあ、VC が、ね、5.6%と3.7%ということで、ね、ここに書いてあるんですよね、酵部の、ね、1.5倍というと、ね、2430円なんですがでよく、ね、勘違いする方が、ね、いらっしゃるんですけどもこの、ね、サイフューズに関しては、ね、1.5倍以上の価格帯でなければ売れないと。 いうことなんですよねこの人たちはね、うん、少なくともね、90日間はそういう縛りがあるということになっていてですね、それはね、もう目論見書にね、明確に書いてあるし、僕の方からもサイフィュードのね、IR の方にね、確認しているので、まあ常にですね、この2430円以上と。 いうところで、しかねね売れないんでですよ、ねうん、で上場してね、3日目にね、そのところをですね、まあタッチしたんですね。一時的にね、超えたんですけども、まあ、それでね、解除されたと思っている人がね、結構いるかもしれないんですけども、今はね、解除されていない状態なんですよね。とにかくね、この2430円以上でしか、90日間はね、売れないと。1回ねタッチしたからといって それがね解除されるというようなねスキームではないんですよね、うん。ということなんですけども、とにかくね3日間売られ続けてですね結構下がってきたんですけども、まあ、そこでねうまい具合に拾った方はね良かったかなという,ふうにね思いますけども、VC はねこの1.5倍をなんとか乗り越えてですね売りたいというふうに、ね、なるかなという,ふうにね思いますので、ここまでね元気よくです、ね、戻ってほしいなという,ふうにね思いますが、はい頑張ってほしいと思います。続いて新ネタ 新ネタのコーナーですけども、まずはね、エイピアなんですが、エイピアはね、今日はですね、0.2%上げたということになったんですが、大引け後にね、こういう IR をね、出してきましたよね。東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更承認に関するお知らせというものでしたね。はい、おめでとうございます。 ということでね、今はですね、グロー市場にいるわけなんですが、これからね、プライム市場にね、ドーンと行きますよということで、スタンダード市場をね、すっ飛ばしてね、プライムに行きますよということになりましたね、うん。はい、おめでとうございます。格も上がるし、ひょっとしたらね、取引高もね、増えるかもしれないというようなこともあってですね、まあ、下ぐらいはね、ご祝儀相場でね、ドッカンとね、上がってほしいなと。 いうふうにね、思いますけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いては、今時価なんですが、はい、今時価はね、今日はですね、1.8%下げたということになっていてですね、ちょっとね、ここのところね、だら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 ね、こう下げているんですよね。ちょっとね、チャート的にはですね、かなりね、苦しい感じにはなっているんですけども、そんな中でね、今日の大引きもですね、こういうものをね、出してきましたよね。NTT と ION 自体におけるリアルサーバー融合空間の表現演出技法。 にに関する総合的な共同検討に着手。で、空間と人との超リアルかつ、間世界的なデジタルツインコンピューティングの実現に向けてということなんですよね。はい、おめでとうございます。で、まずですね、このね、アイオンってね、皆さんご存知かと思いますけども、NTT がね、まあ、提唱している構想なんですよね。で、イノベーティブオプティカルワイヤレスネットワークのね、まあ、略だと。 いうことになっているんですけどもまあ、要はですね光回線と正解ねワイヤレス、うん、無線のですねまあネットワークで、まあ、高速かつ大容量のねまあネットワークを作ろうじゃないのとというようなねまあ、話なわけなんですがでデジタルツインっていうのは何かというとですねまあ現実空間にね似たような仮想空間をですねまあコンピューター上にね作っ でまあ、いろんなねシミュレーションしたいとか、まあ、それを蓄積して分析したいとかね、まあ、そういうことをして、まあ、現実世界にねこう,うまく反映していきながらというね、まあ、こういうサイクルをね回していくというようなね話なんですよね。な、まあ、なかなか面白いい話を NTT とと、ね、やっていくんだよと ということで、今時からですね、なかなかね、面白い感じになるかもしれないなと。まあ、チャートもですね、かなりね、こう、下の方にいるので、まあ、ここからね、どんな風にね、登っていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて、ステラファーマーなんですが、はい、ステラファーマーですね、今日ね、1.7%下げたんですが、大引け火いね、こういうものを出してきましたよね。新たな製造委託先との医薬品開発製造に関する基本契約締結に関するおせと。 ででしたね。はい、おめでとうございます。この相手先はアメリカの、ね、ブリアンという会社なんですがでアイソレータシステムを保有し注射剤や輸液等の無菌製剤の製造を得意とする企業ですということなんですよねで、まあ、具体的に、ね、今すぐないかをです、ね、製造するというようなことでもないみたいなんですが今後、ね、海外展開の進捗に応じて、まあ、製造してもらうと というようなねことなんですよね。ということでね、少しずつこう着実にね、前進しているかなという感じなので、まあ、これだけでね、ドッカーンとね、上がるような内容ではないと思うんですけども、まあ、少しずつね、またまた上がってくれればいいかなという気はね、しますけども、はい、頑張ってほしいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、前回の動画で注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、このね、さすめどなんですが。はい。 サスメドはですね、なんと今日ね、ストップができてましたね。はい、おめでとうございます。うん。なかなかね、こう力強くね、ドッカンと上がってきたということに、ね、なりましたけども、で、これはね、前回もお話をしましたが、厚生労働省のね、まあ審議会が12月のね、19日に今行われるんですが、で、その中のね、議題の一つにですね、このね、サスメドの、まあ、不眠障害治療アプリと、 というものの製造販売承認のです、ね、可否を、ねまあ、真にするということが、ね、書いてあるんですよね。ということで、ね、今、爆上げしているわけなんですが、うん、でこの、ね、不眠障害治療用アプリっていうのは、まあ、もちろん、ね、薬ではなくスマホの中に入れるような、ね、アプリケーションのことなんですよね。うん、で今日12月8日のです、ね、朝8時半には、株式新聞でも、ね、取り上げられたんですよね。一撃裏銘柄と。 ということで、有力パイプラインで躍進、山岳連携も推進と,ということで、ね、サスメドが、ね、紹介されているんですよね。うんまあ、これは、ね、株式新聞の、ねまあ、有料記事なので、ちょっと、ね、ここでは、ね、詳細は話はできないんですけども、とにかくです、ねまあ、株式新聞でも注目記事になったと。 いうこともあってですね、結構ね、今日は上げてきたのかなという感じにはね、なりましたけども。で、この間の動画ではね、陰線をつけてしまいましたが、まあ、なんとかね、頑張って上がってほしいなという話をしましたが、まあ、そこからね、ガンガンガンとね、上がっているという状況になっているので、まあ、この間の動画を見て、昨日のよりからですね、まあ、買っていた人はね、ドッカーンとね、まあ、絶好調かなというふうにね、思いますけども、はい、良かったと思います。頑張ってほしいと思います。続いて エニーカラーなんですが、はい、エニーカラーはですね、今日はね、0.6%下げたということになっているんですが、結構ね、まあ、長い下品をつけたという形にはね、なりましたよね。結構ね、午前中ですね、売られたんですが、まあ、それでもですね、下品をつけてね、まあ、なんとかね、頑張って上がってきたということにはね、なったんですが、今週の月曜日にね、まあ、180日間の縛りがあった VC のね、ロックアップがね、解除されたと。 いうことになって、ちょっとね、今、ですね、激しく落ちてきているという状況の中にあるんですけども。 で、12月15日がね、決算があるので、で、まあ、この決算でね、とんでもないサプライズがあれば、ドッカンとね、上の方にね、行く力がね、こう出てくるかなという感じもね、するんですが、まあ、その時にね、VC がね、一気に売りを浴びせてくると、ちょっとね、怖いかなというのもあるんですけども、まあ、どういう風になっていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、前回の注目メーーでした。続いて、12月9日の注目回、はい。サスメド、サイフィーズ、タカトリ、 ビリングシステム、三井物産、エイピア、M&A 総研、エニーカラー、イマセン電機、エーザイ、メンタルヘステクノロジー、ACSL、セラファーマー、イマジカ、スパイダー、マイクロ波、ダブルスコープ、インクルーシブ、エイバランス、マイボックス、アイスタイル、リボミック、キャンバス、ウェルプレイド、この絵を中心に見ていきたいなと思ってます。 それではここで株株ブブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。